で、まあ、一応出だしなのでちょっとだけ私がイントロダクションしますけれども、今日の回としてはあれですよね、課題歌手が決まっていて、藤沢製造と田中秀光、田中英子、この2人の、西村さんが編まれた作品集を読んでくるというちょっと変わった企画になってますが、おそらく小さい頃から藤沢製造が好きで好きでたまらなくてきたっていう方はほとんどいらっしゃらなくて、ほとんどの方ほぼ全員が西村健太を見に来た、あるいは西村健太さんの話を気に入らしたという方だと思いますので、まあ、私よりよっぽど西村健太さん詳しいという方も多いんじゃないかと思いますから、余計な説明はしなくてもいいんじゃないかとは思います。西村健太っていう作家を私も授業でたまたま今年扱ったことがあるんですけども、割と西村ファンっていうのはこう自分が西村ファンであるってことをすぐには言わないんですね相手が西村ファンだと分かると安心して、実は私もファンなんですみたいな感じで言う人が多くて、で今日は大丈夫です、皆さんファンなので何の心配もないですから、その辺は私もすごく解放された気持ちでやりたいと思いますけども、西村さんの作品を読むと割と悪口雑言というか罵詈雑言というか悪口がたくさん出てきて、でまあ、人によってはそれが下品だっていう人もいるかもしれないんですけども、私は正直言ってそこが好きなんでつい楽しんで読んじゃうんですが、ただ実は今のと通ずると思うんですけど、西村さんほど品のある作家はいないと私は思ってますね。でその品はすごく言うのが難しいというか、それがどういう品なのかは難しいんですけども、まあ、西村さんがご自身について俺が品があるとは絶対言わないと思いますけども、他の作家について多分お話しされる時にそういうことがひょっとしたら出てくるのかなと期待してしますけど嫌ですかそういう話はぜひそういう話もしていただければなと思ってますけども、じゃあ早速西村さんにどうですか、もういきなりなんか、もう何でも、まあ本来ならこうこっちからこういろいろと、まあ、一つ講演ではないですけども、まあちょっと話すべきなんですけども、まあ本当にもう平たく言えばもう実は何も用してこなかったもんですから、さっき村山由佳さんのちらっとモニターで見てたんですけど、ものすごいいいお話をされてて、なんという素晴らしい、こういう方がやっぱ作家なんだなと、やっぱ初めてもう僕は作家じゃないと悟りましたね。なんでこの課題図書がこの2人なんだろうと、あ、はいはい、これはぜひ最初にお話しいただければと、結局この2人の作家だけしか読んでないと、うん、他は全く読まないんですよ、まあうん、その他に、まあ、何人か、まあ、笠井善三とか北条民雄とか、はい、川崎長太郎とか、うん、まあ、その辺は好きなんですけども、うん、未だにそういうのを繰り返して読む、うん、じゃあ何読んでるかというと、結局この田中秀光と藤沢製造とこの2人なんですよ、はいはい、でそもそも言えばもう、まあ、これ何回 も小説は随筆なに書き上げるぐらいもう書いてるんですけども、はいはい、だからそもそももう19ぐらいの時ですかね、はいはい、推理小説の中の一本に、うん、まあ、泥の文学碑っていう、うん、まあ、土屋隆夫という推理作家なんですけども、まあ、これがすごい文学ミステリーというのを得意としてる、一方で得意してる、まあ本格ミステリーの作家なんですけども、例えば芥川龍之介の推理とか、うん、伊勢津軽井沢心中とか、これ有島武郎とか、はい、あと川端康成の遺書だったかな、はいはい、それなんか萩原朔太郎のことも書いてたのもあったんですけども、はいはい、ミステリーの短編の中にその小説家のまあ、そういう作品のモチーフとかその作家の存在をこう取り入れるのが非常にうまいんですよ、はいはい、で大体そこに取り入れたのはそれまではこう文豪クラスの作家だったんですけども、はいはい、そこで田中秀光を練り込んだものが泥の文学というのがありまして、はい、でそれを読んで、まあ、なんというかこう非常にこうデスペレートな人生、はい、まあ、特に後半生は特に戦後ですね、はい、読んでるうちに、あ、田中英子ってこんなすごい作家なんだと、うん、ただまあ作品が読めない、普及していなかったんで、とりあえず新刊書店行ったら新潮文庫のオリンポスの果実は一冊入ってたんですが、正直言ってオリンポスの果実って面白くないんですよ、まあ好きな人もいるでしょうけど、僕はあんま好きじゃないですよね、ただその晩年の作品を読みたいっていうところで、その頃横浜に住んでたんですけども、その横浜市内の古本屋を回ってたら、
ちょうどおまつらい向きにその博多書店版の田中栄光全集というのが、しかもバラで売ってたんですよ、はいはい、あの揃いだと当時全集って高かったじゃないですか、今は二足三本ですけども、その バラで1000円だか1200円だかのを、あの買って読んで、まあ驚きましたね、あこれが小説なんだと。でさらにその今までその純文学っていうのが全く受け付けなかったんですよ、安倍工房とか、はあ、あの遠藤周作ぐらいはなんとなくあの楽しめたんですけど、はい、大江健三郎とか伊勢田先生の推理小説は面白かったんですけども、あの太陽の季節の、まあ、純文学っぽいのはくったらねなんだこれと推理小説が面白いんですよ。だからそう純文学系って受け付かなかったんですよね、はいはい、とか田中秀光をそれ読んだらば、はい、ものすごい文章が下手なんですよ、もう同じ句読点を繰り返すし、改行がないし読みづらいし、ところがまあ、こう染み込む度合いっていうんですかね、今まで読んだことのないような面白さ、でもこれあのその田中英子という本人のことを書いてて、なんでこんなに他人の人生なのに惹かれるものがあるんだろうと、これがまずまあ不思議だったんですけども、でちょうど同時期にそのやっぱり推理小説が好きだったのは坂口安吾なんか結構読んでて、それも結局不連続殺人事件とか、あの福音殺人事件とかミステリー系は面白いんだけども、全然わけわかんないんですよ、理解できない、僕の頭では白痴とか、あのダラクロなんてまあ小説じゃないですけども、こんなの今の時代読んでも何の意味もねえよなとぐらい思ってたんですよ、ところがあの暗号の中でもやっぱり風と光と二十歳の私ととか暗い青春とか、魔の退屈とかこととか、あれ小説系、私小説系統のは面白かったんですよね、まあ、かといってその時も田中英孝ばっかりを読んで、あの他にこう小説にこう枝葉を広げていくってことはしなかったんですが、ただまあそこであの田中英孝の師匠だっていうことで太宰治は一通り読んで、イブセマスジ、太宰の師匠だっていうんでイブセマスジも読んだんですが、まあこれも全然受け付けないと面白くもなんともないとで結局田中英孝だけだったんですよね。だから当時その19で読んで、まあ29ぐらいまでずっと田中英孝しか読まなかった時期なんですよ、その英孝絡みでちょくちょくこういろいろ枝葉伸ばしてても結局田中英孝しか呼ばない、でかといってこう小説全体にはまだその時は川崎翔太郎も多分読んでなかった時期ですし、火災前蔵もそんな本格的には読んでないと、だから当時は29ぐらいまで本当小説が好きだとか言えない状態ですよ、ただ単に田中秀光が好きというだけで、それはなんでかなと思ったら、やっぱりその田中英孝のこれやっぱりあの皆さんに聞いてみたいところなんですよね、こういう何こう大体こうとうとうと説明する人いるじゃないですか、自分の読書体験こういう聞かれたあれが聞かれた、そんななかなかね言葉にするとそういうもんじゃないような気がするんですよね、はい、だから例えば僕はあの藤沢製造最初小説書き始めた時に、あのなんで藤沢製造にここまでのめり込むのか意味が分かんないとか、そうずっと言われてたんですけども、僕自身分かってないんですよ、そんなもん、ただもう好きだから面白いから好きだっていうだけで、それをこれがこうだからどうこうとか、自分のその幼児体験照らし合わせてどうこうとか、そういう説明がまあ、できないっていうんですかね、できる方がむしろ作ってるだろうというぐらいに思っちゃうんですけどね、受け付けない作家も多いわけですよね、いろいろ試されて、でそれを、潰していくとな何がどう好きなのかみたいなのが見えてくるかもしれないなと。ああなるほど、特にダメな私小説作家っていいます、こう、まあ、菅直哉系統ですね、そうなると尾崎和夫もダメじゃないかっていうなっちゃいますけども、尾崎和夫は好きなんですよ、尾崎和夫が何が好きかというとあのこう無呼吸の強さですよね、ものすごいファイターじゃないですか、あの闘志みなぎるような、はいはい、あんなって言ったら失礼ですけど、まあ、病気で、ね、伏せていても言うべきことは言うと、ただまあ尾崎和夫さんも最後はなんか芸術委員会とかなって野間文芸賞2回受賞したりとか、そういうところはちょっと気に入らないですか、気に入らないですか、あと
神林さんか月さんもダメですね。はい、それは何ですか。面白くない。面白くない。そうですか。締めっぽいんですかね。締めっぽいのはいいんですけどね。はい、面白くないところ。面白くないですよ。田中さんは私は圧倒的にこう珍しいなと思うのは体力がすごいですよね、この人。あ、体力だけはもう歴代随一でしょうね。そうですね、小説家の中でもほとんどナンバーワンじゃないかってぐらい、酒の強さも含めて随一だと思いますね。だから僕それがいけなかったんですよ。まあ、自分の話ばっかりになっちゃいますけども。いや、もちろんそれで。その田中英子が大酒飲みだっていうところで、はい、その真似して飲み始めたら、はい、もう太るわ、肝臓悪くなるわ、体がボロボロになるわで、もともと飲めない体質だったもんですからね、両親ともに一滴も。それなのにこう、あの田中英子が酒、大酒飲みだっていうところだけで自分もこう真似して。そうですか。もう飲んでは吐き、飲んでは吐きを繰り返して、ようやく今現在、まあ人並みちょっと上ぐらいはまだ飲めるようになったんですよ。でも未だに吐きますもん。あ、そうだったんですね。その田中英子なんか見てると本当に自分のこう身体頑健さを持て余してるって感じがありますよね。だから田中英子ぐらいですよね、その体力と文学が、うん、あの自分の小説とかを密接に結びつく作家っていうのは、うんうんうん、なかなか、まあ病気は別として、その体たあの基礎体力と、うん、あのその文学の質っていうか、それがこう一緒くたにこう比例っていうのかな、うん、そうする、そういう作家ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ急務ですよね。うん、でまあさらにもう一つはその体力でこう文章を書いているようなところがあるんですよ。うん、こうあの高い子を読めばもう分かるようにこう、うん、行文なんか結構めちゃくちゃなんですよ。でもこう一気に読ませてくるって言うんですかね。だから教科書通りの文章じゃないけども、うん、あのあまりのこうなんか面白さで、うん、押しまくられるようにこう読んでしまうと、うん、オリンポスの果実もまあ面白いは面白いですけども、後半のもうちょっと短い作品の方がもう圧倒的で、はい、すごいなと思ったんですけど、それをどう面白さを言っていいのかよくわからないので、はい、みんなで話したいなとすごく今日は楽しみにしてきてるんですけど、一つ西村さんの小説とちょっと通ずるかなと私が勝手に思って、他の人はどう思うかわからないんですけども、あの例えばあの愛人の人出てきますよね、はい、何さんでしたっけ、名前は毎回違うのかな。あ、一応あの子はあのあれは本名が山崎のり子で、ええ、それをもじって稽古、ああ稽古者と言われる稽古者、はい、じゃあその明け物みたいな感じで稽古物がそこ真似てるんでしょ。そうですか、そうですか。いやでもこの稽古のセリフが時々よく分かんないセリフとか、はい、ちょっとそんなに喋らせないんですけども、喋らせる時がすごい印象的っていうか、あのうまいな、うまいっていうのとは違うのかもしれないんですけども、で西村さんも明けの喋る言葉がいいですよね、セリフが。ああ、時々それはあのまあ英子の真似じゃなく、あの実際言われてたところで、はい、で割と僕そういうの自分が言われた言葉って覚えてるんですよ。なるほど。あの いい言葉は忘れるんですけども、頭きた言葉とか、あの許せない言葉っていつまでも覚えてるんですよ。なるほど。未だに。そういうことありますか。いや私でも西村さんの作品出てくることを覚えちゃって、例えばなんか昭恵、がそんなのワールドカップほど興味がないとかいうのありました。なんかね、それが非常にいいな、なんでいいのかよく分かんないんだけど、それ多分俺作ってると思います。作ってそれは言われてたんですか。やられました、ね、そうそう、やっぱりこう耳で聞くとものすごいやっぱわざとらしい感じがしますね。あ、そう、ちょっと気をつけないと。まんまとやられた感じですけど、まあ、いやでも昭恵が、でもそうですよね、やっぱ私は割と昭恵のファンなんですけど、あ、そうそう、あの新幹線で2人であのどっか岐阜でしたっけ、名古屋の古本屋に行く話とかね、新幹線の前と後ろの席で2人と窓側に座らされて怒るとか、あれは、まあ、作ったんですかどうですかとか、そういう野暮な質問はしませんけどもいいですよね、あれは。やっぱりその、まあ、その女も、まあ、僕も当時、まあ、石川県と、東京しか行き来あんまりしなかったんで、なかなかこうあの西の方に行く電車に新幹線とか乗る機会がなかったので、
乗った時はやっぱり窓側俺も座りたいですよ。それ本当なんですね。じゃあ女も大体、女基本窓側座りたいです。そうですか、ね。だからそこはこう普通男はこう何、女のために、あ、そうですよね。君窓側座れよみたいに言うんですね。僕はそれできないですよ。僕も窓側座りたいから、じゃあだからといって、そのじゃあ俺が窓側じゃなくて前後で撮ればいいじゃないかっていう、ほんとイーブンな提案なんですか。ギブアンドテイクじゃないけど、まあそういう平等な感じで。そうですそうです。で、うん、今おっしゃったように、あの、まあ、自己弁護になりましたけど、僕の本当基本はもうどこまでも男女平等なんですよ。あ、そうですか。だから怒る時も、うん、あの女だと思ってないくて、うんうん、男に対する時と同じように怒るんですよ。あ、平等だから。それで、まあ、じゃあせっかくその田中、うん、あの秀光 の、 その女性の話になったで、はい、まあ、今さっきちょっと面白いなと思ったのは、こうすごい下手だけど面白いと、大体こう世の批評家とかはうまいとか言って、文章がすごいとか、こう文章がうまいとか、あの素晴らしいとか上手だとか、そういう褒め方をするけども、まああれですよね、だから下手なのに面白いっていうのもなかなか面白いと、逆にうまいけどもつまんないとか退屈っていう感覚があるわけですよね、西村さんとしては。だから僕たまにですけども、たまに文章がうまいっていう言われ方するんですよ。ああ、それがものすごい心外なんですよ。文章も下手で何でもいいから、内容の面白さを褒めてほしいんですよ。なるほど。だから安倍先生も一回あったんですよ。なんか僕の文章、微分帳とか書いたことありましたね。わかってね。微分帳ってなんか、あの大正初期の自然ね、自然主義の吉田元次郎とか、ああいう作家の文章の微分帳と言うならともかく、あ、こんなゲスバッと下品な文章が、どこが微分なんだと。それもこうやっぱ内容をこう、あれしてほしい、いただきたいなというのが、まあ、率直な希望なんですけど、それはもう本当もう評者の勝手ですからね。そう思ったならば仕方ないし、だからそう思われないように、僕はもっともう文章をもっと崩さなければいけないなと。本当は僕ものすごく文章うまいですよ。自分でも自信ある。あ、小説だからやってみたいし、北町監督はバカの中卒だから、もう ほぼ文盲だから文章なんか書けないとか言ってますけど、うん、俺くらい文章上手いやついないですよ。まあそれは冗談ですね。ただ西村さんは、あの結構 こちらのこう注意を捉えたら本当にこう絶対に逃さないっていうような、そういうふうな印象を私は持ってるんです。本人がどう思ってるか分かんないんですけど、文章の質として、まあ、これはもう本当にもうやっぱりそれだけ田中英孝の影響が深かったという時だと思うんですよ。僕の場合は、やっぱり19の時から29まで、あの丸10年に 1日たりとも英語を読まなかった日がないってぐらいですからね。でもう今さすがにあの暗唱できなくなりましたけども、あのその中の離婚とか訳なんて結構なところまで、あの空で暗唱できましたよ。最後の4つはすごいですね。この私も40丸とかつけてるんですけども、ところが、まあ、まあこれ解説に書いたんですけども、まあ、僕の返答を言いながらも、もともと角川文庫であった2つを合わせるのが条件だったんで、これもっと入れたい、まあでもこれも田中英孝全書を読めばいいことなんで、本当はこのオリンポスをなんか外して違うの入れたかったんですよ。そうすると結構スペースができますよね。200枚ぐらいのスペースができるんで、それをあの角川書店というのはちょっとおかしいなところなんで、オリンポスの果実がないきゃ、これは成立しないとか言い出しましたね。なるほど。だってオリンポスの果実って今青空文庫で立ててるもんですよ。あ、そっか。だからそれをわざわざ復刊すんのにオリンポス入れる必要ないだろうと全部言ったんですけどね。いやでも結構この解説、そんなに長くない解説ですけども、この解説も根津権現裏の解説も、それからまあ他で時々書いてらっしゃるのを読んでも、結構本当に編集して出すってことに情熱を掲げられていて、これはだから自分で文章を書くっていうのとは違う欲望ですよね。そうなんですよね。これはもうこれ何なんですかね。もう先生なんか分かるように、やっぱこう作家研究っていうのは、まあ、大学の中にいるとなかなかこう業績作りのためにやる部分もあるかと思うんですけども、やっぱこう好きな作家 の、 その編集に携われるっていうのはもう
紅白に変えがたい、なんか紅白って黄色にお金に変えがたい魅力があるし、やりがいありますよね。だから僕いまだにこの、これで文庫本合わせて45冊ぐらい本出てますけども、うん、こういう編著を入れずに、うん、自分の本だけで45冊出てても、うん、この2冊だけでもやっぱ田中英孝傑作さんと製造短編集だけがもう自分の代表的著書だと思ってます、本当に。でしかもまあこれまあね、自慢になりますが、うん、ちゃんと僕は肯定してるんですよ、うん。いや、そう、いやいや、そうだと思います。いや普通あの何々変っつったら、特にまあ書き手が変なんつったら、ただ単に作品を選んで、あともう編集サイドに任せるのが普通じゃないですか。で俺ちゃんともうしかも金なんか取らずにですよ、無料であれしてるんですよ、本文工程をしてるんですよ、うんうん。これだけはちょっとまあ後世伝えてほしい、僕の本当に僕の一面として、うん、ぜひ伝えてください。じゃあ私伝えます伝えます。いやいや、こんなのだって、まあ、好きでやってるから文句言えないですけど、これやってたらもう他の仕事なんか全部止まりますよ、うん。もう一時一時本当付き合わせて、でどの速本を使った方がいいのかと、一冊だけの速本だけじゃ間に合わないんで、全部のそれも全部僕のところにあるやつで賄ったんですよ。だからまあこれだけはね、僕のまあ唯一の業績かなと、まあ変な話になりますが、その藤沢製造なんかもかなり書き換えてるんですよね、はい、ご本人が最初のやつとちょっと間延びがしてるっていうふうに確か、それは別の班でやったんですが、うんうん、その本に入れてるのはただ単に原本との交互ですけども、うん、まあ、当時の本ですから、うん、もう語色がめちゃくちゃなんですよ、語気語色が、はいはい、まあ、戦争の語気は語色ですね、うんうん、だからその語色をまあ、直したっていうのが、うんうん、でそれを直したのが、まあ、僕だからあんまりこう信用はないんですけども、うんうん、ただまあ製造の小説に関しては、うん、まあ、僕が多分一番書き癖とか文字の使い方とか、はあ、はいはい、まあ、やろう時代の話ですけども一番心得てるんじゃないかというところで、まあ、やらせていただいたんですけども、うん、せっかく、まあ、聞こうと思ってたんですけど、皆さんこういろいろ読んでこられたので、まあ、どれが好きだ、まあ、じゃあざっくりと田中と藤沢とどっちが好きみたいな質問しちゃいます？結構違うと思うので、で、まあ、手を挙げてもらえば全員平等ですからどちらかというと田中秀光の方が自分に合ったっていう人どれぐらい？圧倒的だ。いや、まだ分からないですね。じゃあ、はい、ありがとうございます。じゃあ藤沢製造。両方好きです。両方好き。あげてる方がいる。ざっとありがたい。3対1ぐらいですかね。3対1でしょうね。4対1ぐらいちゃんと数えなかったんですけども、うん、いや、まあ、今、まあ、正直言って、まあ、今藤沢製造に手を挙げてくださった方っていうのは多分私の心の友ですねいやー、こういう方がいらっしゃるんですね。 お若い方で製造何が面白い、今ちょっと正面の方で何が面白かったんですか？なんと言いますか、こう、はい、もうひたすらのた打ち回ってる感じが、あ、なんか自分の経験、まあさすがにそこまでの経験はないんですけれども、はい、なんかこう重なるような部分があって、自分もこんなことやったなっていうような、あ、すごい身に染みてくるっていう感じが非常に共感を寄せるではないですけれども、すごい自分に身近な存在として感じられたんですけど、田中英孝なんかも割とそういう傾向の作じゃないですか、あ、はい、自分の恥を書くとでもまあ田中英孝の恥の書き方っていうのは非常にカラッと明るくて、うん、まあ男臭いっていうんですかね、オープンな陽光的な感じしますけども、まあ先生がこう、まあ、じとっとしてるっていうのが陰湿なところが、まあ、そこはやっぱり個人のあれなんですよ、この、まあ、恥の書き方に好みもあれはないですけども、うん、でもまあ太宰的な恥の書き方に惹かれる方もいれば、まあ、製造みたいな恥の書き方に惹かれる方もいるというか、やっぱり僕なんかもその製造のそののた打ち回り方にものすごいもう、まあ、全身的な共感っていうのが
あったもんですからね、うん、あでもまあ、いやそう、おいくつですか？21です。 それで、いやそれでって失礼ですけど、そうですね、そう製造に、まあ、惹かれるところが多少なりともあったというのは本当になんか非常に嬉しいことですね、これは。まあ、あまりそう言うと僕はなんか製造の大エージェントのような感じでちょっと思い上がったことになるんですけども、まあ、非常に驚きですね、うん、ああいうのはなかなかやっぱりこう、まあ、小汚い中年男はよく分かる世界なんですよ、うん、はいはい、小汚い方の、はい、うん、やっぱりシュッとした人はなかなかああいう製造世界っていうのは分かんないんじゃないかと。でも製造写真見ると結構イケメンですよね。俳優志望ですからね、うん、でもなぜか、まあでもやっぱ体悪かったりしてとかそういうことがあるんですかね。いやでも背丈も大きかったです。あ、まあ、会ったことないですけども背丈もあの、まあ、今まで173ぐらいあったっていうんで、うん、まあまあ大きいんですよ。そうですね、ただまあもう性病だらけでしたからね。あ、うん、慢性的な性病が、うん、もう最後は梅毒になりましたけど、その前にこう、あ、まあまあ変な話、まあ、陰茎がもうブツブツの穴だらけでも穴開いちゃってどうしようもなかったんですよ。全部そのあの もらった病気ですよね。だからまあ現代にはなかなか生きていられない人だったんだろうなと思いますがね、うんうんうん、あの西村さんと藤沢製造さんとそれこそ墓碑を借りてまでお家であの保存さあの手を合わせてという話を伺ったことあるんですけど、はい、そもそもの出会いというのはどういうところだったんでしょうか。藤沢製造さんの小説を読んでこれは素晴らしいと思ったというところがあります、ね、それはもうぜひこの今発売中のこの文芸会文芸春秋発行の文芸会のこの、あの新年祭であの雨滴が続くって、まあ、あの 今月号から始めたんですけども、はいはい、それでまああのその製造との関わり、はい、まあ、それがあんまり不親切なんであれなんですけども、はい、いやでもまああの小説にもこれまで何回も書いてるように、はい、やっぱあの23の時に1回製造を読みまして、はい、あの石川文学全集の破本だったんですけども、はい、その時はまあそれなりに惹かれたんですけども、はい、まあ、そんなにのめり込まなかったんですよ。でもそれから6年経って、まあ、ちょっとまあいろいろあの問題を起こして四面楚歌みたいな状況になった時に、あの改めてもう身の回りからもう誰も人一人いなくなった状況の中で、あの29の時だったんですけど、まあ、それで製造を改めて読んだら、まあ、改めて苦し紛れですよね、その製造の孤独な世界みたいなのを思い出して、今の自分にもしかしたらあの時に読んだ製造の世界っていうのはなんか救いになるんじゃないかっていうところで改めて読んだら、そしたら今度はまあ一言一句が身に染みたというところで、これもあのまあもうこの作家をちょっともうもっともっと深く追求してみたいなというところで、あのまあ製造のお寺ですね、七尾の西光寺と石川の七尾なんですけども、まあそこに行ったっていうのがまあ始まりで、うん、そのやっぱりあれですね、書く、あ、読むことが西村さんにとってすごく大事というか、もう本当に身に染みるとか、はい、今こう血肉になるっていうような話をされてましたけども、はいはい、だから作家というとどちらかというと書くっていうことに皆さんこう注目をあのすると思うんですけれども、今でもやっぱり読むっていうことがすごく西村さんにとっては、まあ、そうですね、読む、うん、そういうことになりますよね、うん、でまあだからそういうのがなくて書ける人ってやっぱ嫌味じゃなくすごいと思うんですよ、うんうんうん、よくあの書いててしらけないかなと思うんですよ、うん、あ、だって自分の書いてる小説なんてそんな誰しも面白い、本気で面白いと思ってるわけないじゃないですか、うん、その文章を読んでこうそれが血肉になるとか、例えば西村さんは小説家になってなくても生きる上でその読むってことがすごく大事だったってことですよね、ただ単に生活する上だけでもやっぱ力になりますよね、うん、そういう体験っていうのは皆さんお持ちなのかどうか、あるいは西村健太の文章っていうのがそういう時にどういうふうに入ってくるのとかどうですかね差し上げます、はい、西村さん その作家人生みたいなのについてなんですけども、はいはい、お話伺ってて面白いなと思ったのが、はい、やっぱりあのお好きな作家について語られるときに、はい、大体その作家の人生みたいなところから入られるとこあるなと思ってて、でさっきあの安倍先生が西村さんにやっぱりその作者を
背後に作品の最後に拍手を作者を感じながら読むのかっていう質問があった時に、はい、まあ、ちょっとそれ違うっておっしゃってたかと思うんですけど、はい、まあ、むしろそういうところはやっぱり僕らみんな私小説を読む時あるんじゃないかなと思ってて、はい、まあ、例えばここにいらっしゃる皆さんもその西村さんの作品を読まれる時はその西村健太っていう作家を後ろに見ながらその作家に魅力感じながら読むっていうところってあると思うんですね。で、まあ、私小説の受け取り方がそうだとして、はい、書き手はどうなのか、そういうのを意識しながら書いてるのかって話になると思うんですけど、そういう時、まあ、あの大正期とかの作家はある程度それを意識しながら、時に色悪的なイメージ作りながら書いてたっていうのを、まあ、そのこの東大の安藤先生っていう現代国文の安藤先生がおっしゃってたんですけど、で西村さんはその書かれる時というか日頃生きるにあたって、まあ、こうやってパブリックな場に出られてお話されたりするじゃないですか、はい、そういう時になんかそういうイメージ自分のイメージを作ろうみたいなのって考えられてたりっていうのはするんですか。いやもうイメージはもうあのまあなるべくあのいいイメージは作る前とはしてるんですけども、もういいイメージ作ってもどうしようもうボロがどんどん出るだけなんでね、始まりからやっぱまあずるいところでもうマイナスの方がずっと楽ですからね。だからなるべくもうとにかくまず僕はまあ人前で言うのは私は中卒ですと、もう皆さんみたいなあの勉強のできる方と違いますから。手加減して喋ってくださいねってこう下の方からこう入っていくんですよ。でもそうしているうちになんとなくこう逃げ切れるんでまあそれでは今まで、まあ、私も来年50になるんですけども、まあ、50年生きてきたなと、だもんですから小説書く時も、まあ、これはまあ今僕は真面目な話しますけども、あの小説書く時って結構やっぱもう切羽詰まってるんですよ。うち僕もこれ12年ぐらい書いてることになるんですけども、いまだにこう必死というのか他のこと書いてるときってもう考えられないですよ、そういうなんかこう理論的なこう今おっしゃったようなああいうことはもうとにかく間に合わせなきゃとか早くこれ書いて酒飲みたいとかもうそういうなんかそれだけで書いてるもんですから、やっぱり書いてるときは思わないですね。で書き終わって、まあ、ゲラかなんかでそれ、まあ、一回読み直すじゃないですか。でその時にあじゃあ次書くときはここちょっとなんかしつこく語りすぎたから、まあ、もうちょっとあっさりした方がいいなとかそれぐらいのなんか一人反省会みたいなのはするんですけども、うん、かといってそれが次やっぱり生きないですよ。なぜかというと次書くときまた必死なんですよ。他のなんかこう考えられなくなっちゃうんですよね。だからまあやっぱりそういうのは、評論家の方とかやっぱ学校の先生というのはこう割とこうそういうのを分析してできる想像でまあ言われると思うんですけど、多分あの小説書いてる人間は多分大抵の人はこういっぱいいっぱいでやってると思いますね。だもんだからまあ結局まあ読み手に任せるっていうところがやっぱりまあ綺麗事じゃないですけどもそういうことになっちゃいますよね、うん、ありがとうございます。すいません。その西村さんでも書いて、まあ、出してもう出したものは読み返さないことが多いですか。活字になったものは。あ、活字になったものは読み返さないです。ゲラはもう当然さすがに読みますよ。ゲラは読みますし、またあのこうやってちょっと表紙にこう大きく名前出たりするとそれを見てるんですよ。それを見て一杯やるっていうのがなかなかこれがいい酒の魚になるんですよ。まあまあいつもまあその俗物ですからね、書き手なんて。でもその終わってみて今回はうまくいったなとか、今回はやや80点ぐらいかなとか、そういうあれはあります、違いというか。いや、あの僕はあの基本的に自己評価が高いんで、あの私どもはやっぱりいつも100点なんですよ。あ、そうですか。もうこれ以上のものは書けませんよぐらいの気持ちで出すんですが、うんうん、全然あの新聞の文芸辞表とか取り上げたかと思うか本当にこれは冗談ですね。あのでも今の、まあ、冗談ということでおっしゃったんですけども、すごく西村さんって完璧主義なところがあるっていうのは私も読んでて思って、と同時に面白いのは微妙にスタイルが変わってきてる
常に変わってると思うんですよね。あ、はい、だから内容は割と通ずるというか、空き家がいつも出てきたりとか、はい、まあ、今はちょっとそうでもないですけども、はい、で、まあ、内容は内容で変わったり同じだったりするってあのことはあると思うんですけど、それこそ何て言うのか難しいんですけども、こうメロディーというかリズムではない、まあ、リズムとかメロディーとか言っても比喩なのでどっちみちあれですけども、何、はい、かがこう変わってるいるような気がするんですよね。それはご自身では何か意識というかこう、あ、作品の体感みたいな感じですかね、作品の居心地というか。ただまあ、 あのここのところの割と長編に手を作るようになったんで、ね、はい、やっぱり短編と全然書き方が違うというのは確かにありますね。良、ね、はい、まあ、くも悪くもなんですよ、うん、まあ、悪いところ言うと、まあ、多少なりとも文章をこう流せるところがあるんで、うん、だからその流せるというのをよく取ればあのこと細かに緻密な描写ができるっていうところもあるんですけども、うん、短編だと緻密な描写よりも本当にもうその限られた決められた枚数の中でカチッカチッと入れなきゃいけないんで、あんまりこう冗長な描写、緻密じゃなくてもまあ的確な描写しかできないっていうところはありますよね。だからまあ、うん、それぐらいの差で自分ではそんなにまああえてこう作風変えないところもありますしね。あ、はいはいはい、まあ、それはそうですね、もちろん、うん、さあどうでしょうかね、他に、はい、名前を知ってる、ちょっといつの間にかあの始まったんであるんですが、司会なさってる方はどのような方すいません、名乗るの忘れてましたね。阿部と申します。いやいや、大学の先生。あ、そうです、英文学の教員です。あ、いや、ちょっと一点ずつあのお伺いしたいんですが、あ、そうです。名乗るの忘れました。すいません。ちゃんと自己紹介した方がいいです。じゃあ終わる前に自己紹介した。そういうことでしたら、例えば学部の人で、例えば西村健太を論文、はい、ってさにするということで、それは可能あるんですか？私は英文科なので不可能なんですけども、ただ現代文芸論っていうちょっと不思議な学科があって、そこだったら可能ですよね。可能ですけど今までは一人もいない。まあ大体死んでから人生からあんまりやらないっていうのは大学のそういうところなんですよね。あと先ほどの栄光さんと水平を聞いた時に、あの藤沢さんの方がここだと思います。はい、まあ、英語さんのことはどうかと分かんないですけども、結局残ったのは今少子化の限りは藤沢さんなんですよね。あ、そうですね。で、田中英子さんどうしてそこからフェードアウトしてしまったのかということと、はい、いや、まあそれは難しいことやられたんですよね。あんまりずっとこの仕事書き上げてたら、はい、英語さんもあんまり尺なんでも出てこないし、はい、まあ、こういうトークショー聞いたりとかはあるんですけども、それどういうふうな積み上げというのかな、乗り越えたのか、それは、捨て去ったのか、それは、はい、まあ、1点、はい、もう1点、まあ、これは雑談でいいんですが、まあ、自分で文豪とかおっしゃってるだろう、はい、最高学校の、ね、はい、東大に来たことが初めてなんですか、これが足踏み入れたら、その感想とか、大学の学生さんと思うし、大学の教授を挙げてですね、こう話をするというのは、いやいや、どんな感じなのか、ちょっとお聞きしたいなと。やっぱ緊張しますね、もう最初の、東京大学、これが東大かと。今回は初めてですか。初めてです。感想とかいやいや緊張です。最高なんですよ。最高でもまあ言っても、ですかね。所詮まあ東大っつってもね、ろくなのもいないですから、ね。そういうことはないですけどね。だからまあでもまあいや ここに入ること。またそして卒業することって本当僕はもうどんなことやったってできないことなんで、もう仰ぎ見る感じですよね、ここにだこう先生とか。いや、その一つ目のじゃあ質問。一つ目が、まあ、はい、そうですね、実際今日私もその辺話を振ればよかったんですけども、はい、ほとんどの西村ファンは藤沢製造のことはよく知ってると思うんですけども、はいはい、田中英孝が実はすごい影響を与えてるってことは意外と知られてないんですよね、はい、小説にはおかけになって、はい、でも実はすごく大事な作家であると、その辺のこう理由というか、まあ、これもまあ、やっぱり小説の中にも何回か書いてるんですけども、下手したら僕いまだに田中英孝田中英孝って言ってたかもしれないですよ。ただその28の時に田中英孝の遺族の方、まあ、これ息子さんなんですけども、
高田浩二さんって作家の方のお兄さん、つまり長男の方ですよね。その方に、まあ、一緒にお酒飲んでた時にもうかなり酔っ払ってしまって、ちょっと暴力的なことその時はまだその方博報堂かなんか勤めてらっしゃった方であれだったんですけど、それでまあちょっと出禁になりましてね。でも田中英孝のことをなんかその田中英孝の名前すらも口に出すことが なんかできない感じになりまして。自己規制ですか？自己規制です、はい。これはまあそういうことをやった以上もうここはもう田中英孝なんて言うのは僕は言っちゃいけないんだというところで、でも一切もうやめたんですよ。やめたというかもう読むのもやめて。決心があった。はい、そういう決心があったんですね。決心がありました、はい。でまあそれから1年後にまあ製造と出会って、まあまあまあ、ちょっとまあ話を盛れば、まあ、その栄光の喪失感が一気に製造に流れ込んだというのもなきにしものところはあるんですよ、うん。結構作家のタイプが違うので面白いですよね、そ流れ込んだっていうのは。ただ田中さん自身も太宰のお墓の前で自殺したりしてて、なんかそういう病気が感染するじゃないですけどもなんかでも僕それがまあ普通だと思うんですけどね。やっぱり好きな作家がもう本当にもう好きでどうしようもない作家がいて自分も書き始めるっていうのが、でもずっとその作家の影響下にいるから逃れられないようなのが本当の書き手じゃないかと思うんだけど、まあそれって僕は知ってる限りでは田中英孝と尾崎和夫ぐらいしかいないんですけども、うんうん。それは何なんですかね、どうしてそういう違いが生まれるのか。そうじゃなくても書けちゃうっていう人は、それがまあ不思議なんですけどね、うん。聞いてみたいと思うけど、うん、大半の作家相談で、うん、やっぱり全部やっぱ聞けないですからね、うん。まあじゃあ機会があったらぜひそういう話題も聞きたいですさっきどなたかその辺で、はい、お願いします。すみません、田中英孝と藤沢の本を読んでみて、まあ、田中はいいんですけど、特に藤沢はすごくなんかどれも痛々しいのを作りますので、はい、ずっとそれに寄り添ってる、はい、西村先生がいて、でその時代ってすごくやっぱりそのこう殺伐としているような状況ですよね、はい。どうしてずっとそこに、その時代に先生もずっと居続けるんですか。どうしてその痛みと一緒に共にいようとするんですか。ですよ、もっと他に明るく、もっと他に投資センターがあるのにどうしてずっと気づきまわしの人にずっと言われてるのか。で、その藤沢ですよね、なんか、はい、そのいろいろ持病とかも持ってますよね。で、まあ、いろいろこう、まあ、セーブとかそういうのがあって、で、まあ、スポーツはちょっと関係ないけど、わしの父もちょっと持病ずっと持ち続けていて、はい、まあ、しんどい思いをしながら、母はそのおばあちゃんですよね、はい、その工面するのが大変だったんですね、こう病気をなんとか生かそうとするので、はい、で、それともちょっと重なっちゃって、なんでこんなに辛い思いをしてる人の隣にずっと居続けて、でその墓前の方に向かってますよね、なんで そこまでこう気持ちがいっちゃうのかっていうところがすごくなんかじわっときちゃって、いやいやいや、まあ、まあ最初の方のあれで答えますと、やっぱりもう今こう製造とまあまあ寄り添うというすごいいい言葉で、ね、僕もちょっと使いたいとは思うんですけども、やっぱりそこから離れてもやっぱり小説で自分が書けなくなる気がするんですよ。もちろん今でもこう製造っていうのはもうその没後でしたらんと志してるところあるんですけども、一方で自分のやっぱりこう小説っていうのもやっぱそれなりに大事で、でも僕にとってその小説を書くっていうのはこうその戦争に対する思いと小説を書くモチベーションっていうのが全くイコールなんですよ。だからその戦争から離れるとか、うん、戦争に興味をなくすとかなると自然小説を書く気がなくなっちゃうんですよ。そうすると僕はもうこの年でもう就職先もないですからねだからもうしょうがないけど生活のためにやってるようなところもあるんですけども、うん、まあでもこれはまあ冗談ではなく本当のところですね。だからまあその後の方のあれもやっぱり今のと同じ、まあ、答えになってしまうんですよね。
ただ大学の関係の人も多いと思うんですけど、文学部の人は割とそれをすごく分かると思うんですね。つまり私は何かをヘンリー・ジェームズでやってますとか西村健太でやってますってずっとそれを研究してるっていう人結構いるので、その一人の作家に入れ上げてもう罪から罪までその人のものを読むっていうことの快楽みたいなものは知ってる人が結構いると思いますね。私もそれは説明するのは難しいんですけども、何なんだか分かんないですけども、なのでその何なんですかね。ただなんか一つの改革なんですよ、その作家に入れ込んで自分の人生を棒に振ってる感じがすごい快感でもあるんですよ、うんうん、もう一切後戻りもできなければ路線変更もできないところでなんかこう追い込まれてる感じっていうのが、うん、一種のまあ自虐、まあ、自虐ですよね、自虐 だけどもまあ快感ではありますよね、うん、自情自爆の快感、ああ自情自爆ね、うん、いやでも逆にだからそういう快感を味わってる人が西村さんについていると思うとちょっと気持ち悪くないですか、はい、あいや僕やっぱ僕自分の読んでくださる方でやっぱ苦手なんですよ自分もそういうふうなもう病的な思想で以上の付きまとい方を製造に対してしてるのに、自分のもしそんなのいたら今幸いにないんですけども、もう一生出てくださるなと思いますねこのままそうですか西村さんの作品の汚れなき酒の人と、はい、森渋の人は、はい、というのは、はい、藤沢製造さんの人気と非常に似ているなとずっと思っているんですが、やはりそれは意識されて文体とかあの話ですか、はい、いや汚れなきはそんなに製造ではないですね。汚れなきの場時は、まあ、もう当然あの栄光の要素も生存の要素でもずっと読み込んでたから染み込んでるのは当然だと思うんですけども、それはもともと同人誌発表なんで、もうなんかこうあんまりこう人に読ませる感じがないから割と素に近いはずなんですよ。でしかももうその同人誌やめるつもりで書いてたやつなんで、でもどういうところが似てますかね。もう世の中を何でしょうか、もう呪うというかもう。そうですね。そのパーツは確かにそのモロ製造の影響を受けた考え方っていうのはやっぱ反映されますよね。文章はそんなに意識はしてないですね。文章で割と花っていうのよく使われますよね。花、あれは製造語です。製造語ということですかね。花飽き足りない、銅で、これは製造のはっきり言ってパクリです。ただまあ花っていう言葉も銅でというものの言い方もありますし、飽き足りないのも明治時代の作家では使ってるはずのもいるはずなんで、うん、必ずしもその完全パクリではないとねところです、ね、うん、あれ意味は花って意味はどういう意味なんですかね。まあ最初ってことですね。そうですかね。僕自身も曖昧なんですよ。いや 花ってどういう意味だろうと思いながらいつも読んでるんですけど、なんか景気づけみたいな感じですよね。うん、なんか書き声と一緒で。今日の指定の部署もご自身の部署ではなくて、はい、返上というか甘えたもの、はい、すごくこう先生がこの二人のことがもう大好きでっていうのは分かるんですけど、はい、学生さんとか、はい、編集の方とか、はい、埋もれた作家をもう一度っていう風なエネルギーがあって出された全集とかも目にしたことあるんですけど、作家さんで自分の書いてらして、それで本当にメジャーな文庫に、やっぱりメジャーな文庫に入れるってことは研究者とかそういうんじゃなくて一般の方に読んでもらいたいっていうすごいエネルギーだと思うんですけど、そこまでなさる理由っていうか、みんな多分出版社の方もあっけられたと思うんですけど、これ出したいっていうふうに先生がおっしゃられた時にね、どういうふうに説得なさったのかとか、そういうのをちょっと伺いたいなと思うんです。いやもうこれはもう単純ですけど、製造短編集はその前に文芸文庫、講談社は文芸文庫持ってったんですけども、
もちろん門前払いですそれくらいは何かしてちょうどその芥川賞を取った時に版元が新潮文庫だと思うんですから新潮社だと思うんですからもう何かでこう一緒に飲んでた時にその文庫の責任者ですよねお願いしたんですよでその時はものすごい2つエンジンだったんですよ最初は根津権二村を、出していただいたんですけども2つエンジンで OK いただいてこれはすんなりいただいたんですよだからその翌年もやっぱこの短編集はちょっとまあ難航したといいますかね少しまあ待たされた感じだったんですが、まあ、根津権二村がまあ幸いに少し売れたいなんとかこれが出た感じなんですよねところがまあこれはもうほぼもう品切れ絶版になりつつあるんでなるべくもう今書店在庫ぐらいしかないはずなんでなるべく早めに手入れた方がいいというところなんですけどもう田中英孝になるともう本当にもうあれですよこれはもうそんな一昨年ぐらいの話だったんでもう頼み込みですね恥も外聞も忘れてでまあ部数も非常に少ないとこれも文庫にしてはもう信じられない部数なんですよ普通文庫なんてもう1万とか、まあ、1万部ぐらいはまあ作ってもらえるんですけども売れないやつでもまあこれも全然まあそれいいかともうほんと限定版みたいなもんなんですよなもんですからこれがまあ出してもらえたっていうのは逆に言えば本当にありがたいことですよねなかなか普通の商業ベースはやってもらえないものなのででまあ先ほども言ったように、まあ、そういう経緯がありながらもやっぱり僕の唯一の、仕事人に自分の仕事ですといった誇れるのがこの2つですね、まあ、今日来てくださった方々は田中英孝にも興味を持ったし、まあ、西村さんにもともと興味があるからいらした方が多いと思うんですけどももし一般に向けてなぜ田中英孝を読まなきゃいけないんだっていう時には何かうまい口実みたいなのがあるんですかね どういうふうに言えばいいですかね西村さんだったらその世間の人になんで田中英孝を読まなきゃいけないかって どう呼びかけるといや面白いからでしょどっちか本当に言いようないですよねいや本当面白いと思うんですよ、これでもぜひいろんな人に読んでもらいたいなとは思うんですけどもやっぱ西村さんと抱き合わせてこう売るしかないですかね、いやまあ僕とは関係なしにもう本当に田中英孝がなんでそれほど言うほど評価再評価されてないわけじゃないですか、それが不思議でしょうがない感じなんですかね、でも評価されるとしてもオリンポスの果実とかだったりすると、まあ、それは別にいいですか、あもう それはそれでももう構わないですよ、とにかくオリンポスが面白いと思えば当然英孝の他のも読みますからね、作るも読むでしょうし、なんか他にどうですかね、あと質問も数少なく時間もだいたい近づいてきたんですけども、はいどうぞ、まあ、田中英孝と藤井、はい、作品がすごい面白いという話だったんですけど、それで西村さんはもう完全にその面白さっていうものを、はい、なんていうか自信があるというか、はい、もう自分が面白いと思うんだから絶対面白いんだっていうふうに考えているように思うんですけど、はい、その自信っていうのはどこから出てきたのか。それはだけ、僕はものすごい自己評価も高いし、自信からもあるんですけども、そのいずれも本当に何の根拠もないんですよ。これはもう冗談でも何でもなく、何にも根拠がないですけども、やっぱりでもみんなそう、皆さんそうだと思うんですよ。やっぱり根拠なくてもこう自信満々に、いやこれは面白いから面白いんだよと進める、そのやっぱり、まあ、一つの推し、まあ、言葉から言えば推しの強さっていうのがずずしさですよね、そういうのがやっぱり人生には必要なんじゃないかなと、そういうずずしさがあると、まあ、そういうまあねこういう形になって、まあ、自分の、まあ、編集工程みたいな形も出せると。そういうところだと思うんですよ。もう自信に根拠いりません。ただ人が面白いと思ったものって意外と面白いですよね。ああそうですかね、はい、俺ダメなんですよ。あそうですか。人の美しさはダメなんですよ。人に勧める本って本当にろくなもんじゃないですか。書評家が勧める本とか書店員が勧める本とかろくなもん、マジョリティが大勢で読んでみんなただ
負が来動して面白い面白い言ってるだけじゃないですか。そういうんじゃなくて、はい、もっとこう門戸は狭くてもなんかこう本気で面白いと思ってる、そうやで間口の広い面白さじゃなくていいんですよ。もうこれ絞られた書評、書評とか出てますけどね。書評家は本当のくだもんじゃないですかね。私も一つ書いてますけどね。はい、どうですかね。あともうお一人ぐらいいらっしゃれば最後のお一人でどうですか。なんとなく。うん。なんとなく。いいですか。はい。目が合ってしまったので。吉川さん、大ファンなんですけど、はい、ありがとうございます。野生時代 の後ろの日記とかをすごい面白く読ませていただいて、ありがとうございます。そうそう、日常こう出会った方とかのですね、結構悪口とかいろいろこう普通の内面が出てくるんですが、それで小説でそういう日常のこうやり方を反映されることがあると思うんですけど、そうするとなんかこう生きてるとですね、フランスで書いてやろうみたいなですね、はい、なんていうか作家としての自分とこう生身の自分の人間二重生活みたいなことになって、そんな感じでこう日常を送ってらっしゃるのかなっていうのは、いやまあそこはあんまないですね。日記のために生活はやっぱりそこはなくて、しかもあの日記も毎日書いてるわけじゃなくて、本当提出ギリギリの3日前ぐらいまとめて書いてるんですよ。だから結構比率が違ってる時があるんですよ。で、曲は書いてないんですよ。経験してないと行ってないとこ行ったとか、飲んでない人と飲んだとか、そういうことは一切なくて、そういうのはカレンダーというか、あれにちゃんと印つけてあるんで、で、あとはもう記憶でやってるんで、まあ、その記憶は多少いい加減なとこがあるんですが、大体1日半ぐらいでバーッと1ヶ月分書き換えちゃうんで、だからその日記に引きずられるってとこはないですね。あともう一つお伺いしてみます、はい、私小説ってものをやっぱ高校とか中学の頃に志賀直哉とかを学校で読まされて、なんかこう私なんかは辛気臭いものだなっていうイメージがあったけれども、はい、ずっと避けてきたことだったんですけど、まあ、西村さんがあれ芥川賞を取られて読んでなんて面白いなって思いまして対話したところがありまして、 あとその後に川崎長太郎とかを送れかせながら読んでたら、はい、なんていうかさっきも明るいっていうような気がしましたけど、イメージとしてはそういうなんかこう死の漂いはあるんですけど、なんかそれをどっか自分が面白がって書いてるところがあって、はい、明るい小説だなっていうふうに読めるようになったんですけど、なんかそういう世間の教科書もそうですけど、はい、私小説というのは誤解みたいなのってすぐあると思うんですが、あそういうことは感じられる。いやそれはやっぱり読む方の誤解だと思うんですよ、うん、今も夢づくもおっしゃったようにやっぱり読んでみて、あこの解説長たら明るいとか面白いとかで、もうご承知のようにやっぱり私小説はこう反小説派っていうのはやっぱり多いわけですよ、いまだに。だそういう人たちはやっぱこう悪いイメージで語ることが多いんで、自然とそれが蔓延して小説イコール暗い、小説イコールつまらない、小説イコール、まあ、現代文学の、まあ、弊害だみたいな、そういう説がもう定説になっちゃってるんで、だからそういうふうにたま、初めて、いろんな小説読んだ、こういうのがあったんだ、明るいんだ、意外と面白いんだっていうのは、まあ、それは普通なんですよね。だから、まあ、そこはまあうん、読む側の問題だと思うんですよね。だからといって僕自身はそんなにこう小説をこう普及したいとか思ってないんですよ。もう今のままの状況ですよ。つまりもうまあ、ゴキブリを見るような目つきで見られてた方が悪いイメージを逆手に取れるのが、まあ、小説の強みでもあると、まあ、これは真面目な話であるんでね。だから先生そういう、まあ、その外国文学信奉者の方は、あとまあね、前衛気取りの作家の方は大いに小説を馬鹿にしてくださいと、蔑んでくださいと、もう私はその逆手に取らいただいて、まあ隙間でやらせていただきますという、まあそういう姿勢でやっております。うん、まあある意味で救いになる
分野ですよね。そのネガティブな、はい、否定的なものが救われるジャンルという言い方もできるかもしれないですね。そう言っちゃうとなんか綺麗事になっちゃうのでよくなるかもしれないですけど、まあはい、はい、ありがとうございます。西村さんどうも長時間お付き合いいただいて、なんか電池が切れちゃった。いやーすいません、ね、最後に沼野先生に、もう今更これだけ面白い話聞いた後に余計なことというのもなんですけれども、今日のこのイベント人生に文学をというのを、まあ、東大側で場所を提供しておくして、まあ、日本文学振興会と共催ということでやらせていただきました。まあ、現代文芸論研究室の、まあ、代表として一言ご挨拶最後に申し上げたいと思います。私は、沼野と申しますが、後で安倍さんってどういう人物か知らないまま座ってずっと聞いてた人でですね、一体前にいるこの人は何だろうか、ちょっと後で一言ね、自分で自己紹介は何ですか、後で一言言いますけども、まあ、いずれにしましては、まずね、講師としてわざわざお越しくださった作家の西村健太さんと申し上げます。すみませんでした。で、さっきのご質問で、西村健太さん、東大に来てどうなんだって話がありましたけど、まあ、西村健太と東大という組み合わせはかなり面白い組み合わせだと思いますけど、その、まあ、ある意味であざといというか、しかしそれは私の発案ではありませんので、それはここで申し上げます。それ以上のことはここで言いませんけれども、それで、まあ、今日、まあ、見事な司会役というか、実はまあ実質的にかなり対談になってましたけれども、安倍雅彦さんです。すいません。それで、まあ、この人は実は仲間褒めしちゃちょっとあれなんですけど、すごい人でね、実はまだ若手なんですけど、オックスフォード大学で博士号を取ってる、ケンブリッジ。ケンブリッジです。しかし、まあ、いずれにしてもそういう英文学の日本の本当トップランナー大俊英なんですけど、日本文学についても非常に旺盛に評論、書評をたくさん書いていて、まあ、著作のも非常にたくさんあるという方です。で、実は、まあ、今日の話、西村さんがどんなこと話すのかなってちょっと心配があってですね、まあ、それで、まあ、それをお迎えするのは我々のスタッフの中では多分安倍さんしかいないじゃないかなって、でも結構いいよ、まあ、結構じゃないです、素晴らしいいい話になって、よかった、改めて今日来庁してくださって熱心に討論に参加していただいた受講者の皆さん、どうもありがとうございました。で、まあ、このイベントのコンセプトをお考えになったのは、もともと芥川賞直木賞を主催している日本文学振興会の皆さんと、そちらにその代表の、西川さんがお座りになってますけども、しかもですね、まあ、芥川賞直木賞をやってる立派な組織ですから、まあ、自前で自分でどんどんやればいいわけですけど、あえて大学という学びの場で、文学を通して、自分の人生を見つめ直そうということで、こういうことを立ち上げられた。で、これ大学側としましてはですね、まあ、ちょっと複雑な心境もあるんですけれども、まあ、文学が人生に関係があるって、まあ、これはある意味で当たり前の話なんで、関係が人生に関係ない文学なんてないと思いますけども、ただ問題は人生に大いに関係があるはずの文学が実際にはあまり多くの人に読まれなくなっているということですね。それもさっき西川さんが最初におっしゃった通りです。で、考えてみればこの世の中を支えている、例えば国家の大事を考える政治家とか霞が関の役人の方々、それからおそらく、世の中を支えているのは我々、まあ、大学の暇人ではなくて過労死するほど猛烈に働いている会社員の皆さんだと思いますけども、しかしこういう方々は忙しすぎておそらくとても小説なんか読んでる暇ないんじゃないか、それから世界の未来を担うべき若者たちも実は、映画、漫画、アニメ、ゲームなど文学よりも彼らにとってもっと面白いものがいっぱいあって、どうも小説どころではないであろうというふうに思います。でも、まあ、この企画はそれにもかかわらず文学を続いて人生を見直す、しかもよりによって大学の文学部というですね、今時あまり人気の高くない場で、文科学省も切り捨てようとしているようなところで試みていくということで、
これはまあある意味で恐ろしく反時代的な考え方かもしれません。であの西村さんさっき、まあ、東大なんて大したことないみたいなお話されて、それは全くその通りで、皆さん教室見れば分かる通り全く普通の教室で、だから何なのって感じですけども、しかしまあ我々それなりに役に立たない文学っていうのを一生懸命やってる人たちがここにもいるということです。でまあこういう、いわば反時代的な高校なんですけども、それでもやっぱり文学大事だという、まあ、そこの趣旨ですね、そこを心意気に感じまして、これならば私たちとしても一緒にやらせていただけるかもしれないということで、まあ、僭越ながらお引き受けたりして、今日の、記念すべき これから続いていくと思いますけど第1回のイベントがここで、できたということになります。だけどあの文学の効用は何なのか、文学が一体何の役に立つのかって聞かれてもですね、これ私にも、まあ、安倍さんにもひょっとしたらちゃんと答えられるかどうかわかんないです。つまりですね、ある小説を読んだことによってそれが人間にどういう影響を与えるか考えた場合ですね、これ予測しがたいと思うんですね。で藤沢先生の小説を読んで西村健太さんのように著名な作家になってここでお話までされる方もいますけれども、その一方であの小説読んで人生が嫌になって死にたくなる人私いると思いますね、やっぱり。でまああのドストエフスキーの罪と罰という有名な小説がありますが、これを読んでですね、信心深いお坊さんになる宗教家になる人もいるかもしれませんが、革命家になってテロリスト集団に加わって権力者を暗殺する人になるかもしれない。でそれは分からないんですね。でちょっと最後にあのすみません、私もそのどうしようもない大学教師の一人なんで最後にちょっと硬くなりますけど、この問題考えるときにいつも思い出す言葉がありますので、ちょっと少し硬くなんですけど最後にちょっとだけ引用させていただきます。でこれロシア出身の詩人でヨシフ・ブロツキーという人がいますが、この人はノーベル賞受賞講演で言った言葉です。芸術全般、特に文学が社会において少数派の財産でしかないという状況は不健全で危険なことのように思われます。私は国家の代わりを図書館にさせろなどとは、申しません。しかしもしも我々が支配者を選ぶときに候補者の政治考慮ではなく読書体験を選択の基準にしたならば、この地上の不幸はもっと少なくなることでしょう。そう私は信じて疑いません。我々の支配者となるかもしれない人間にまず尋ねるべきは、外交でどのような路線を取ろうと考えるかということではなく、スタンダールやディケンズ、ドストエフスキーにどんな態度を取るかということである。私はそう思います。ということで、これは1987年のノーベル賞受賞講演ですが、ちょっと いささか奇妙な言葉と皆さん思うかもしれません。でまあ、こういうことを言ってると結局これじゃあもう、人生に文学をじゃなくて政治に文学をで、そういうプロジェクトを国会議事堂で国会議員のためにやった方がいいんじゃないかという話になりますが、まあ、私はそこまで過激なことは言いたいわけではありませんが、やっぱり文学が人間性にとってそれほど大事だと考える人がいるっていうことはやっぱり力づけられます。で文学は面白い、そして大事だ。しかしそのことを理解するためにはどんどんいい本を読まなければならない。で私たちのイベントの意味もそこに尽きると思います。で私は本当に機会があったらですね、多分ないと思いますけど、ぜひ安倍さんにですね、安倍さんってここにいる安倍さんじゃなくて、永田町の方にいる安倍さんですけども安倍さんにですね、北町貫太をどう思うかってプーチンさんにはですね、ラスポーリニコフってやつはあんたいいやつだと思うかって、そもそもあんたは罪とか罪だことありますかって、聞いてみたいと思います。ということでどうも今日は皆さんありがとうございました。